次会った時にやっつけりゃいいさ。あ、そうだ、それで悪いけど飯ねえか。ほら腹減っちまった。さっき俺が全部食っちまった。いや嘘だろ。あなたたちの世界の人はここに来るとみんなびっくりするんですよ。当然だ。君たちが漫画で見ていたような想像の世界が目の前に広がっているのだからな。長官、ようこそアンブラスベースへ。ここはベノムズと戦う者たちが集う人類反抗の拠点だ。私はグラバー。このベースキャンプにいる者たちは私も含め、ほとんどが君と同じ世界の出身だ。彼ら以外はな。単刀直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界から現れた敵と、彼らと共闘する者たち、ベノムズによって、現実世界は破壊と混乱に飲み込まれた。その脅威に対抗しているヒーローたち、それが J フォースだ。 J フォースのメンバーには悟空やトランクスのようにジャンプの世界からやってきたヒーローと、君のようにもともとは現実世界の人間だったヒーローがいる。そうだ、今の君には彼らと共に戦う力がある。君の中に埋め込まれたキューブが君の意志に反応して力を与えたのだ。我々はそれをコズミックキューブと呼んでいる。倒したベノムズから現れ出たのもまた同じものだ。そう、ベノムズはもともと人間だったのだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にした慣れの果てだ。ベノムズは悪意を持つ者を集め、彼らにキューブを与え、仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。このままでは現実世界の全てがベノムズによって支配されてしまう。それを阻止するにはベノムズの殲滅はもちろん、ベノムズを生むキューブの回収が必要だ。君も我々と共に戦ってくれないか。これで君も J フォースの一員だ。期待しているぞ。ガレン、計画はどうなっている？ジェイフォースとかいう厚苦しい連中が必死に抵抗しているようだけど、問題ないわ。兵の数は着々と増えている。そうか。だが順調であれば気を抜くな。せっかちね。急ぎたくもある。こんな腐りきった世界は一刻も早く変えねばならない。世界を作り変える。早速だが、Jフォースについて説明する。ナビゲーター、頼んだ。はい。Jフォースは戦略的観点から大きく3つのチームに分かれています。ベノムズの進行拡大を防ぐアルファチーム。ベノムズに占領されたエリアの奪還を担うベータチーム。敵地への潜入、偵察などの諜報活動を得意とするガンマチームの3つです。メンバー管理の都合上、君にもこのどれかに所属してもらう。堅苦しく考える必要はない。実際の作戦ではメンバーの適性や状況に合わせて柔軟に運用される。まずは J フォースの全容を知る意味でも各チームを見学してから選ぶといい。ちなみに
所属することでそのチームメンバーの技を習得することができる。チームを選ぶときの参考にしてくれ。